Excuse me? すいません、あの、もしかしてレイジ君ですよね。何してんすか、お客さん。いや、ちょっと今日マネージャーさんにここいるって聞いたんで。マネージャーおらへん、マネージャーおらへん。何してたんですか今。はい、散歩してました。散歩っすか。一旦、はい、家ついてっていいですか。あー、ダメですね。え、ダメ。今日はやめましょう。ちょ、番組成り立たないっすよ。わかりました。なんか思い出の場所を連れてもらっていいですか。ここですね。ここで有名な YouTuber の方撮ったんですよ、動画を。だるいだるい。なんかお店とかないんすか。お店、あのたこ焼き屋です。僕今ドキュメンタリー番組みたいなの作りたいんですよ。アナザースカイみたいな。絶対今日。いや、ほんとほんと。今あれっすよ、スガシカを流れてるっす。あ、それ違うわ。プロフェッショナルや。僕のアナザースカイですか。はい、そうっす。たこ焼き屋さん行くんで、はい、まあ一回なんか、あ、ここ懐かしいなみたいな。行ったことないんですよ。行ったことある風に撮りましょう。行ったことある風に。はい、行くよ。行くよ。大きいチャンネル。はい、到着しました。はい、あ、どこですか。日本一の本家大凧。大凧です。どういう思い出があるんですか。まあ、あの、はい、幼少期よく来ましたね。おすすめは何ですか、あの店。おすすめはチーズ味でも結構ね、有名なんです。あ、やっぱりこの前2000万再生来ました。登録者数今全部で50万です。オッキーで調べてもらったら。ありがとうございます。なんかあれっすね、なんか分からんけどめっちゃ話し込んでましたね。何やってんのって、 YouTube って言われて。あ、なるほどね。めっちゃ熱い。めっちゃ熱い。これがあれっすか、チーズ味っすか。そうですね、はい、でも、はい、なんか変わったのかな、仕様が。どうしたんすか。チーズが、はい、なんすか、なかったっすね。何言ってんすか。チーズなかったっすか。チーズなかったっすね。変わったのかな。行きましょうか。そうですね、いろいろなんか聞きたいことあるんで。わかりました。英語関係で。はい、大きいチャンネル。たこ焼きを食べますか。はい、いただきます。いや、でもなんか真剣に英語を勉強したい人いっぱいいるんですよ。彼なんかちょっとね、スーパーバズっちゃった。どれぐらい再生されてるんですか。3つ合わせたら2000万ぐらい。2000万。2000万ですよ。日本人口の5分の1。そうっすよ。しかも僕のチャンネル日本人の人にしかリーチしないんで半端ないっすよ。確かにあの後めちゃくちゃ声かけていただけるようになったんですよ。どこ行ってもそれ大丈夫なんですか。あ、全然嬉しいです。めっちゃ有名人だよ。食べながら今日はちょっと英語の真剣なお悩みを相談していこうかなと思います。たこ焼き食うの初めてですか。たこ焼き食べるの多分初めてです。ちょっといただきます。いいですか。いただきます。あ、タコでっか。うん、めっちゃでかいですね。美味しい。大きいチャンネル。これは英語でやった方がいいですか。こっちの方が嬉しいです、はい、あ、全部英語で。僕がカタカナ英語で言うんで、それは英語でどういう風に発音、なんかそのコツみたいな。なるほど。これレンマ君からお題もらってたやつなんですけど、レベルってあるじゃないですか。これはどういう風に発音したらこうそれっぽく聞こえるか。 L の音がまず2つあるのがポイントで、はい、であと V の音があるので、はい、まあ、馬行にならないようにレベル。逆にラベル。ラベルは母音の音がちょっと変わって、はい、レイボー。レイボー。レイボー。これは B やから、さっきの B じゃないんですね。そうです。秒針音って言って、はい、唇ひっつけて、レイボー。レイボー。モチベーション。モリベーション。モリベーション。モリベーション。でもこの B はまた V ですね。モリ、そうですね、モリベーション。 T の音が多分一番、はい、モチじゃなくてモリベーション。 T がフラップしてるので、フラップしてる。ワーターとか、はい、リトルとか、はい、そう、ラ行とダ行の間みたいに聞こえる。あー、 T がね。そうですね。 E なのか D なのかの中間ぐらいの。そうですね。わかりやすく言うなら D に近いですかね。モリベーション。モリベーション。ちょっとリーっぽく言うと。リーっぽく言うと。繰り返してるだけですよ、大きいさん。必要かなと思って、いらんかな別に。スタジオ。ストゥディオ。ストゥディオ。トゥなんですね。そうですね。口をちょっとすぼめて多めに吐く感じで、はい、ストゥディオ。ストゥディオ。全然タではない。そうですね。むしろストゥディオの方が近いです。多分カタカナでストゥディオです。ストゥ。ありましたね、マクロ。ストゥディオ。お、でもあ、いいです、ね、これ完璧に伝わるよ。グッドティーチャーっすね。おお、さすが。大きいチャンネル。シンプルなクエスチョンがあるんですけど、Why can you speak English so much? I don't know. I just studied a lot. When did you start studying English?Actually, I just went to, you know, normal university and I didn't do anything special. When I was a freshman, mm-hmm. my pronunciation was like patient, mm-hmm. but I pronounced patiento. Oh, okay, okay, you just read it. After that, mm-hmm. I
I don't know, I somehow decided to study English and I was really, really into it. Studying English for 12 hours a day. What? One day? Yeah. And I was even crying. I even cried. Really? Yeah, I'm trying. I was listening to English and I couldn't hear it at all. I cried. Oh my gosh. But it's in Japan? Yes. ってことは、you started learning English by yourself? Yes.In Japan? Yes. Okay, so what was the trigger? I actually had a lot of reasons why I started learning English, but so first of all, I probably... Yamapi. Yamapi. His English was really good. I mean, his English is really good. So, ah, 確かに。Actually, his English was not really good, but he studied a lot, and after that, now his English is good. I see. So you got inspired by it. Yeah, kind of. Okay. でもそれはめっちゃ大事ですよね。誰かに憧れるじゃないけど。そうですね。単純にかっこいいなと思いましたね。かっこよくて、歌とか踊りもできて、英語も話せて。かっこいいやつがかっこよさを求めたらあかん。I'm a perfect human. パーフェクトヒューマンや。どうしようこれ。やめてくれ。俺たちの存在価値がなくなってます。いやいやいや。そうか。大きいチャンネル。So next question is, so what was the hardest moment to study English? For me, listening. Listening. Yeah, it was listening because I used to listen to English like every morning, 2 hours. 2 hours. Yes. Every morning. Before going to the university for 9 months. What did you listen to? It was an app, English app, like English conversation. English app for like study? Yeah. But I couldn't listen to it at all, so I was really shocked because, you know, most of Americans can speak English, of course, but I did it for like 9 months. 9 months? And still cannot hear it at all. That was one of the most hardest times. Frustrating. Yeah, and I even cried. Oki Channel. Did you go to 留学? Yes, I did. Okay, so where did you go? Pennsylvania. I'm sorry. Pennsylvania, yeah. Pennsylvania. Yeah, near New York. So did you go to language school or did you go to the college, university? It's a little hard to explain, but kind of like at the same time. First you go to language school. And after that, if you meet some sort of like certain level, you can also take classes from like college, university, the actual, whatever you call it. Did you go to the university as well? Yes, a little bit. Okay, so what did you study? Linguistics. What's that? Like history of a language? Oh yes, really? Linguistics, yeah. Oh my gosh. 大きいチャンネル. Got a question. How do people can decide the right country? I was in Canada, so you were in the US. So how did you decide to go into the US? I actually went to Canada. Are you in Canada? Yes. Okay. It was like just for 2 or 3 weeks, like a few weeks. Okay. But I was like, I know Canada, so let's go to another one. As I told you guys in a previous video, I have been to not a lot, but some countries. I have never been to Europe, any European countries, also the States. Oh, okay, so that's why I went to the States. Oh, I see. Plus, I was learning American English. Yeah, that's a huge topic. How was America? Is it a good country to study abroad? Yeah, I guess so. How do people can decide which country to go to? The most important thing is probably money. US is so expensive. Yeah, if you want to save money, then you can go to Canada or, I don't know, Philippines. Yeah, one Thailand, of the cheapest ways. Yeah, and also culture. For example, if you really love Broadway, then you should definitely go to New York. It depends on like what you are interested in. Yes, if you are interested in it, you can study hard.
Yeah, that's true, that's true. Okki Channel. Last question about 留学. So what's the big differences between people who is able to speak English after the 留学 or not? Yeah, that's a good question. Yeah. They actually know some people who cannot speak English real... After the 留学. Yeah, after, yeah. Probably be active. Be active, okay. Like go out and hang out with your friends and talking to people. So like using English? Yes. Also like when I get home, I studied a lot in my room. I think that's really yeah. You know, like a lot of people think like if you go to 留学, yeah, and your English level is naturally goes up, but that's it's not. You need a self-study. Yeah, right. TOEIC? 965です。あったりマックスって990はすっごい大事で、それはめちゃくちゃいいですね。それだけ覚えて900超えたっていう人もたくさんいるので。